どうもおはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造パワーアップキット版夜叉編、さあ続きを取っていきましょう。いやーね、ちょっとこう兵力を回復させている間に上杉がものすごい進軍してるんですよね。大丈夫これ。北条は相変わらず関東にこう確固たる地位を持っているんですけれども、上杉にはやはり押されているんでしょうかね。佐竹は伊達と同盟を組んでいますが、ほぼ孤立している状態ですね。まあ、このまま攻めていってもいいんですけれどもね。まあ、最悪は、まあ、外交、朝廷の信用を使って停戦していきたいんですけれども、なんとか、いや、伊達家は欲しいですね。こう上杉の快進撃をこう縫うようにして我が軍が攻めれたらいいんですけれどもね。ちなみにね、戸沢守康さんはここ大崎家の例の残り一つの城を攻めています。まあここを落とせばこの伊達攻めに加わりましょう。いやー、かなり微妙かな、本当。大丈夫かな。出陣します。あなたのためになるのなら。敵将お任せした。さて大崎は落ちましたが、伊達家がね、なんかこう北に向かっているんですよね。これ怪しいですね。もしかするとこの辺の城を攻めるかもしれないですよね。そうなると危ないな。いや、一個でもね、拠点一個でもいいんですよ。拠点の数が欲しいんじゃなくて、伊達家の武将が欲しいんですよ。いや、とはいえね、ほとんど全拠点狙っているような感じで動いていますよね。これ完全やりに来てますよね。大丈夫かな、ほんと。小高城か、ここだけでも残しておいてくれないかな。上杉さん、ちょっと美味しいとこ欲しいな。お、北条家を名手として上杉家の打倒を目指す反上杉連合。お、上杉より死者なんでしょう。どうせ連合に加われってことですか。ふむ、まあせっかく味方になってあげましたからね、いいだろう。で、北条連合に加わってるのは誰。あ、そう、私だけ。まあ芦田は従属先なんですけれども、そうですか。うん、まあしょうがないな。お前の友達って言ったら俺しかいないからな。何度か協力してやるか。ってことは北条攻めか。あ、やっぱり南から来てるな。ご命令くだされ。先月の収支です。もういいや。もうこの部隊は、沼田さんはこっち、ここを経由して。承知いたしました。そうそう、あなたは包囲まで持って行ってくれ。森安もまあ補充までしなくていいかな。とにかく包囲まで持っていく、これが大事。承知いたしました。いや、志村さんも行きましょう。元最上家ですけれども、理不尽の城主となりました。さて我らは一気に小高城まで突っ切っていきますよ。先ほども言いましたが、包囲まで持っていけたらいいんです。腕が鳴るぜ。佐竹は撤退しますか。兵力6000か。やべえな、吉重鬼佐竹か。取り囲み。あ、包囲まで行った、早いな。さて、あとは伊達、上杉が早いか我らが早いかの違いか。だとすれば君はもういいや、撤退。非常する。あとはどうしようかな。
沼田さんは、てかここで待機させよう。かしこまりました。続け。ここで待機させて、この愛を見て城を落とすと。あー、いいねいいね、この手で行こう。承知いたしました。上杉が来るならもう我々が進軍してしまいましょう。あ、ちょちょ、みんなみんなどこ行くの、みんなどこ行くの、待って待って、そっちじゃない、ここここに行きなさい。全く君らどこに行こうとしてるんだか、山の中だからってね、相談しちゃダメだよ。そう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 、止まれ。てかここが落ちないんですけれども、片倉小十郎か、やるな。止まれ、待機せよ。騎乗します。さて、伊達攻め、なかなか攻めあぐねていますよ。報告いたします。さて、伊達攻めの続きですよ。待機せよ。お任せください。なかなかね、城が落ちないんですよね。ほう、小高城が敵さんの本城になった、本城というか、まあ大名の居城になったんですね。お、上杉来ているな。ならば我々も進軍しましょう。続け。お任せください。で、一部隊はそうだな、かしこまりました。戸沢さんはこちらに向かわせましょう。かしこまりました。お任せください。なんか噛みそうな噛みそうな言い方でしたね。私と同類ですか。おっと、この飯の平城っていうんですか、諦めたんですね。落とせなかったなら我が軍が向かいましょう。相馬中村はもういいや、南に行きましょう。臆したか。いいね、上杉も諦めていったのは素晴らしいですね。出陣するぞ。ほう、大浦為信の嫡男か、能力は平凡だな。しかもあんたもヒゲか。おうおうおう、お前の息子を元服したけどな、よく親父に似ているぞ。報告いたします。さて、では続きです。伊達攻めももうあと残り1拠点ですね。伊達政宗自身と、あの、多分交戦したことない気がするんですよね。南からは佐竹が援軍として向かってるんですね。まあこちらの部隊でなんとか食い止めていきたいですね。まあ最悪この辺も増援に向かわせてもいいんですよね。あとはね、上杉がねどう動くかですよね。できればね、佐竹も取っていきたいんですよね。あとはこう北条とも戦いたいですしね。まあ今回で、まあ伊達家はおそらくは倒せるでしょうね。ほう、鬼佐竹自身が出てくるか。まあ全力で守ろうとしていますよね。まあこの辺は志村さんとかね、この辺の元津軽家と最上家ですね。うわ、強いな。どうしようかな。まあ最悪、停戦状態に持ち込んでもいいんですよね。今ね、北条家は上杉と交戦中なので、そうだな、そうしようか。結構手強そうですもんね。よし、じゃあみんな包囲を再開してくれ。取り囲み。
見ると結構まだ佐竹は余力を残していますよね。上杉とも交戦することなく来ているんですよね。ああ同盟組んでるんですね。あだからもう我が軍にもう集中すればいいみたいな感じですか。あなたのためになるのなら出陣する。上杉はもう盛んに動いていますね。大丈夫かな。ここは耐久3000か。表情を始めましょう。報告いたします。ふむ、じゃあ池田さんどうしようかな。ずっとここで待ちぼうけ食らうのもなんですしね。うん、まだ包囲部隊はそこそこ知略は高いので、じゃああなたは撤退です。もう展開している部隊はこの4部隊のみですね。うん、じゃあそうですね、じゃあ落ちるまではカットしていきましょう。さあついに伊達家が滅びました。グッジョブ志村さん。敵将、いやーさすが上杉の部隊から長谷道場を守っただけのことはありますね。城へ戻る。今回大義である。さてこれで伊達家が入りましたね。これで結構ね一気に当家もパワーアップするんじゃないんでしょうかね。報告いたします。まあ、この状態でなんとかこうこの佐竹とあとは北条と戦っていきたいですね。君はね、あの3度滅ぼされることになりますけれどもね。ただ上杉はやっぱりでかいですね。危ないんですよね。で近畿の方はこちら、柴田家とかあとは清洲織田家そして徳川でこの辺がまあ同盟組んでまして、こう橋場家と戦っているようですね。西の方は大友が結構勢力がでかくなってますね。島津もねやっぱり兵力差があって押され気味っぽいですよね。あとは毛利家もね大友に結構蹂躙されてますよね。中国地方も上陸されてるんですよね。あのね山名がやっぱりしぶといんですよね。今回も毛利家に従属してますね。鳥取城だけでなんとか持ちこたえていますね。あとは長宗我部とかあと河野も毛利家に従属しているんですよね。なのでまだ現段階でも生き残っている状態ですね。姉が高知もまだまだいますよ。敵連合に加わっているので、まあ接敵しているのは上杉ぐらいですかね。ぐらいと言っても多分ね攻められるとひとたまりもないですからね。まだね北条家も手強いですよ。綱重がまだ存命なのと、あとは真田昌幸もいるんですよね。柴田家もねまだこう勝家もいますし、あとは鈴木重秀、まあ、あの西下孫一ですねとか、まだ不審状態なんですけれども明智光秀もまだ生き残っているんですよね。まあそんなこんなで、あとは徳川がちょっと食い込んでるんですよね。もう攻めるところがなくなったのか。まあね、できればね今後は上洛作戦としてどんどんこう東海道を進めていって、ここ京都まで上り詰めたいですね。まあね、うまく上洛できればいいんですけれどもね。おお、そういえば元足名家かもう生きてるんですね。名前自体は変わってるんですね。だから上杉に従属してるんですね。そういえば結構しぶとく生き残っているところもいますよ。まあ当家のね従属先も柿崎もいますしね。まあそんなこんなで伊達は落としました。次は佐竹攻めになるでしょうね。ではこれから戦後処理をして準備を整えていくので今回はここまで。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。若殿でした。